羽生結弦の表紙が巻き起こすフィギュア、スケート革命、姿勢だよりが示す新たなエンターテインメントの扉。日本全国から2000人以上の熱狂的なフィギュア、スケートファンが熱狂した姿勢だより1月号。なんと、その表紙を飾ったのはフィギュアスケートのアイコン、羽生結弦選手。しかも、このエキサイティングな広報誌が全国47都道府県から熱烈な申し込みを受け、 海外在住の日本人までが興奮の声を上げました。これまでの姿勢だよりが超えた領域に、私たちは新しいエンターテインメントの扉を見出すことができるでしょう。そこで、今回はなぜこの号が異例の注目を浴びたのか、そして羽生結弦さんの魅力が広がる仙台の新たな一面に焦点を当ててみましょう。この広報誌が注目されている理由は、もちろん、フィギュア、スケーターの羽生結弦さんが表紙を飾ったことです。 仙台市生田よりは地元の情報を伝えるためのものでしたが、今回の一冊はその枠を超え、フィギュアスケートファンの心を掴んで話さない要素が詰まっています。この紙面には、スーツ姿で堂々と微笑むハブさんの姿が広がっています。しかし、これは単なる表紙写真ではありません。それはまるでハブさんが仙台の新たな顔として登場し、ふるさとの魅力を語るような印象を受けます。 彼の功績や地元への思いが対談を通して伝わり、読者はフィギュアスケートだけでなく、仙台自体にも新たな興味を抱くことでしょう。もちろん、異例の反響を呼んだのはこれだけではありません。なんと、この、資生だよりの1月号がフリーマーケットアプリでセットが1000円で取引されているとのこと。市は正規の希望書に届けるべく呼びかけていますが、 これはまさにハブさんの人気とフィギュアスケートに対する国民の熱狂を物語っていますね。この異例の現象を見て、資生だよりがフィギュアスケート愛好者たちにとって新たなコレクターズアイテムとなっていることは明らかです。しかし、同時に、この現象が示すのはフィギュアスケートが広報媒体を通して新たなエンターテインメントの可能性を提示していること。ハブさんの表紙がきっかけとなり、広報紙が一気に注目を浴びることで、 新しい扉が開かれたと言っても過言ではないでしょう。これからの姿勢だよりはどのようなサプライズを私たちにもたらすのでしょうか。フィギュアスケートが生み出す新たなエンターテインメントの波に期待して、これからも広報誌を手に取りましょう。羽生結弦さんの表紙が私たちにもたらす新しい視点に、きっと驚きと感動が詰まっていることでしょう。姿勢だより、1月号の表紙にフィギュアスケートのトップアスリート、 羽生結弦選手が踊り出た瞬間から、日本中がその魅力に引き込まれました。この異例な広報誌の反響には、フィギュアスケート愛好者だけでなく、一般市民までが興奮を覚えています。それでは、なぜ、姿勢だよりがこれほどまでに注目を浴び、羽生結弦選手の表紙が新たなエンターテインメントの扉を開いたのでしょうか。まず、広報誌の通常の役割から外れ、 フィギュアスケートというスポーツが地域の広報媒体に登場したことが大きな驚きでした。これまで姿勢だよりは地元の政治やイベントに焦点を当てていましたが、今回の一冊では羽生譲る選手が登場し、その存在感で一気に広報誌のイメージを変えました。この異例な組み合わせが多くの人々の関心を引き寄せた要因の一つと言えるでしょう。広報誌が全国47都道府県からの注文を受け、 さらには海外在住の日本人からも問い合わせがあったという事実も驚きです。これは羽生譲弦選手がフィギュアスケート界のみならず、国内外で絶大な人気を誇っていることを示しています。そして、その人気が広報誌にまで波及したことで、フィギュアスケートが新たなファン層を開拓する契機となったのです。仙台市にとっても注目すべきは、広報誌の表紙がフリーマーケットアプリで取引されるほどの需要が生まれたことです。 フィギュアスケート愛好者たちがこの一冊を手に入れようとする姿勢は、ある意味で姿勢だよりなコレクターズアイテムとなり、新たな市町村のアイデンティティを形成していると言えるでしょう。市は正規の希望者に配慮し、アプリでの出品を控えるよう呼びかけていますが、これはフィギュアスケートが一般市民にとって新たなエンターテインメントとなり、それが生活に根付いている少佐でもあります。広報誌が注目を集めたのは表紙だけではありません。 対談記事では、郡市長との対話を通じて、羽生譲選手が仙台市に対する熱い思いを語っています。これはフィギュアスケート選手と地域社会が協力し、お互いにとって良い影響を与える素晴らしい例と言えるでしょう。また、対談から伝わる郷土愛や地元への感謝の気持ちが、読者に新たな視点を提供しています。この一連の出来事が示すのは、地域とスポーツが連携することで、 新しいエンターテインメントが生まれる可能性があるということです。フィギュアスケートはもはや競技だけでなく、広報媒体を通じて市町村のアピールポイントとなり、姿勢だよりなその象徴となりました。これはまさにリフレーミングの成功例であり、伝統的な広報誌が新たな興奮と活気を取り入れる手本となっています。最後に、羽生譲弦選手の表紙がフィギュアスケートのみならず、 地域の魅力を広めるきっかけとなったことは喜ばしいことです。フィギュアスケートは表情のアートでありながら、地元愛や文化を広める大きな力を秘めています。この出来事が他の地域やスポーツ界にも波及し、新たな連携が生まれることを期待しています。リフレーミングの魔法が、広報衆を超えて未知の可能性を開いていくことでしょう。資生だより、 1>, 1月号の羽生譲弦選手表紙が巻き起こした驚きと熱狂の波。この異例な出来事が示すのは、フィギュアスケートが地域社会との連携を通じて新たなエンターテインメントの可能性を切り開いていることです。これまで地域の広報誌が持っていた枠を超え、フィギュアスケートの魅力が姿勢だよりを通じて広がった瞬間でした。まず注目すべきは、広報誌が表紙に羽生譲弦選手を起用したことで得られた反響です。 通常は地域の政治やイベントに焦点を当てる広報誌がフィギュアスケートというスポーツを取り上げたことで多くの人々が新たな関心を寄せました。この異例な組み合わせが地域とスポーツの連携がもたらす可能性を象徴しています。全国47都道府県からの注文や海外在住の日本人からの問い合わせなど予想を超えた反響がありました。これは羽生譲選手がフィギュアスケート選手としてだけでなく 国内外でスーパースター的な人気を誇っていることを示しています。彼の存在感が地域の広報誌まで波及し、フィギュアスケートが新たなファン層を開拓する契機となったことは喜ばしい限りです。また、姿勢だよりのフリーマーケットアプリで取引されるほどの需要が生まれたことは、市町村のアイデンティティが変わりつつあることを示しています。これまで地域の広報誌が単なる情報伝達媒体であったのに対し、 今回の出来事がそのあり方を大きく変えました。広報誌がコレクターズアイテムとして扱われ、市は本来の希望者に優先的に届けるべく対策を講じていますが、これは市勢だよりが新しい市町村の象徴となり、フィギュアスケートが地域社会に新たな息吹をもたらしていることを意味しています。対談記事では、氷市長との対話を通じて、羽生譲弦選手が仙台市への深い思いを語っています。 これはフィギュアスケート選手と地域社会が協力し、お互いにとって良い影響を与える素晴らしい例と言えるでしょう。地元愛や感謝の気持ちが伝わることで、読者はフィギュアスケートだけでなく、選手と地域の結びつきにも感動することでしょう。この一連の出来事が示すのは、地域とスポーツの連携が新たなエンターテインメントを生む可能性があるということです。広報誌が地域社会にとって新しい魅力を提供し、 フィギュアスケートがそのキープレイヤーとなった瞬間でした。これからの展望としては、他の地域やスポーツ界にもこの連携の模範が広まり、新たな文化や交流が生まれることを期待しています。最後に、羽生譲弦選手の表紙がフィギュアスケートのみならず、地域の魅力を広めるきっかけとなったことは素晴らしいことです。フィギュアスケートが表情のアートだけでなく、 地域社会との結びつきを通じて新たな可能性を提示していることが感じられる瞬間でした。これからも地域とスポーツの連携が進み、新たなエンターテインメントが生まれることを楽しみにしています。この出来事が私たちに与えた新しい視点と感動を大切にし、未来への期待を胸に、広報書を手に取り続けましょう。